ご視聴どうもありがとうございます。愛知県蒲郡市で生態をしています。東京、大阪にもですね、定期的に出ていこうと思っています。まあ、最近こう、巻き方の問題をね、すごく、重要視してやっています。これは、まあ、酸素の取り込み量がですね、非常に少なくなってしまう、2万回の、1日2万回の、この酸素がね、を取り入れる、行動がですね、もう全然違うとしたらですね、健康に一番、寄与するのではないかなという、私の考えのもとですね、これから、まあ、巻き方の、巻き込み方のね、プロフェッショナルとしてやっていきたいなと思っています。じゃあ、その巻き込み方ですね、まあ、猫背はストレッチで、改善できるのかという問題なんですけども、もちろん、改善する人もいるんですが、まあ、多くの方がですね、いくらやっても、改善しないと。一時期はこう開いても、またね、こう縮まってしまうというね、人たちに対して、まあ、私が、まあ、この、まあ、開発というか、気づいた点なんですが、体を守るために、まあ、この緊張を入れている。特にですね、内臓をねじれ、脊髄ねじれ、脳がねじれた時に、この腕ですね、まあ、特に肘なんですけども、肘でこういうふうにね、強い、まあ、力を入れて、この潰れるのをなんとかこう防ぐ。だから、これは守るための緊張であって、この守るための緊張は揉んでもです、ストレッチをかけても、運動してもね、これは取れないんですね。なぜかというと、脳が、この中心を守るためにやっていることなんで、優先順位は、まず中心をしっかりさせることですね。そうすると、まあ、足の裏からもすごく重要だし、座骨の問題も必要だし、重要だし、そういったところを、まあ、しっかりさせて、そして今度はですね、これをまた揉んだり、ストレッチするんではなくてですね、脳に、この緊張を解除していいよという信号を、まあ、送り直すと、まあ、脳に気づかせる、まあ。そんなところがですね、また私が、本当にこの、発見した、まあ、大発見だと思うんですけども、そうすることによって、今、うちの、お客さんたちもですね、あ腕が本当にこう、だらんとなって、初めて、あ、こんなに緊張してたんだな、というね、声をいただきます。で、その緊張が結局巻き込みを作っているとしたらですね、もう一回話すと、これがストレッチでは取れるか。ね、ストレッチをやればやるほど、もっと守りなさいと言って、一旦は開くかもしれないけど、また余計にこうね、巻き方になってしまう、ケースがあると。ふうに、私は、捉えています。そんなこんなでですね、巻き込みの、方の巻き方のですね、プロフェッショナルとしてはですね、ぜひね、この守るための緊張、まあこれ足にもあるんですけども、これをね、外す、テクニック、まあ日本で唯一の整体だと思っています。ぜひね、よろしくお願いいたします。愛知県蒲郡市でやってますけどもね、まあコロナの影響もありますが、それが落ち着いたら、東京、大阪、まあ日本全国にですね、出張したいと考えています。よろしくお願いいたします。